本日はくるり駅までやってきました。くるりの名水、もう危ない、落ちるとこでした。平成の名水百選に選ばれたんだって、千葉県で唯一。というわけで、ただいまとあるスポットに向かって歩いています。非常にのほほんとした場所ですね。月曜日です。人がいない時に狙って来てみました。なんか癒される。そろそろ一つ目のスポットがあります。どこかな。お、なんかもうすでに石碑が見えるぞ。そっちか、行ってみます。ありますね。ここは山道なんですね。くるり山、くるり山かな。はい、もう見えてきました。多分あれ山門ですね。自然がいっぱい。癒されますな。うひゃ、大きいカエルさんがいる。怖い、怖いぞ。違いました、お寺の入り口でした。私が言ってたのはこっち側にあるはず。どう、もうちょっとこっち。いえ、合っていたようです。こう、くるり城の移築城門です。先ほどのカエルさんのところで会っていたようです。ここですね。移築されたこうくるり城の門、山門です。のほほんとしてます。弁財天様がありました。いい音色。池もあります。こちらは新勝寺さんというお寺ですね。綺麗。というわけで次に向かいたいんですが、見てください、ここすごい岩肌が見えてるんですけど、めちゃくちゃ遺跡っぽい。今日はチキタさんも一緒です。ちょっと道がなくてわかんないんですけど、この上にこうくるり城があったそうです。こうくるり城跡がこの上です。どうやって行くんだろう。なんか地図見ると行けそうなんだけど、と行き方わかんない。あ、下もすごい。みんな車で歩いてる人がいません。会いませんね。まだまだ、この先に行きたいスポットがあります。くるり城址公園入り口のあれが倒れてるんですよね。なんでだろうって思ったら、昭和29年に、入り口に建立されたんですが、平成25年に工事のために撤去されて、
復元されることもなく廃棄物置き場に放置されていたのを令和2年に地元の方たちの声でここに移されたそうです。そうなんだ。なんか切なくなっちゃうね。どんどん山の中に入ってきました。トンネルだ。城山隧道だって。結構な上り坂です。伝わるかな？誰もいない。この道で合っているようです。多分ね。抜けました。はい、これから山道どんどん登っていきます。上着脱ぎました。こっちは通行止め、危ないんだね。資料館は月曜日お休みなので本日は行けません。ここは足の悪い人とかだったら車で入ってもいいそうです。私は元気なので歩きます。久留里城は別名雨城、雨の城と書いて雨城というそうです。山ビル注意。行きましょう。堀切跡、昔は木橋がかけてあったそうです。桜が咲いています。結構高いところまで登ってきました。綺麗だな。暑い。なんか看板発見。車。よいしょ。石碑がありますね、いっぱい。すごい。くるりくるわ。くるりくるわ。エラバの区画。へぇ。腰車という。だって。なんかここものすごく戦ってた感じが強い。めちゃくちゃ戦ってた気がする。車がよくわかんないんだけど。歌がいっぱい書かれてますね。
隣にはお玉が池があった。お玉さんが池を掘り始めたんだけどっていう、なんか因縁があるお玉が池。リノマルアートに着きました。暑い。リノマルアートです。さて、なぜ私がこの久留里城市に来たかと言いますと、このお城を作った人がですね、私の大好きな平野正門さんの息子さんなんですよね。三男だったかなの方が作っているので、あ、これはぜひ行かねばと思って、ちょっと千葉県までやってきてしまいました。綺麗、山綺麗だな。見てください、あちらも山です。すごい、やっぱ大きい城だったんですね、くるり城は。名前かわいいですけどね、くるりって。くるくるくるりん。もう、あ、見えてきた。もうちょっとで着きます。もっと大変かと思ったけど、結構余裕ある感じで来れました。やっぱ普段から鍛えておかないとですね。素敵。桜越しの本丸で合ってるかな。やってきました。すごいですね。はい、本丸天守台跡です。絶景。すごい、あっち側も行ってみよう。というわけで、くるり城やってきました。なんか
しい反面寂しさっぽいものがありますね。なんかちょっと寂しい感じ。裏側、やっぱお城の跡って寂しい感じなのかなって思っちゃうよね。あとね、蚊がすごい、すでにめっちゃ蚊がいます。郡上八幡宮もありました。お参りしました。景色がめっちゃ綺麗なんです。ここすごい、見渡せる。